過酷な自然環境の中で酷使されるフィッシングタックル。精密機械となった現在のタックルにとって、塩や砂、錆などは大きなトラブルの原因になります。信頼のおける釣りのパートナーとして最高の性能を維持するために、メンテナンスは必要不可欠です。様々なシチュエーションで使用されるスピニングリール、防水性能や防水性能が搭載されている機種であっても、メンテナンスを怠ればその性能を十分発揮できなくなることはもちろん、トラブルにつながる可能性が高くなります。釣りが終わったら、塩が固まる前にできるだけ速やかにシャワーで洗浄します。洗浄後は海水が残らないようにリール本体を振ったり、ハンドルを回してしっかりと水を切ります。その後、タオルなどの乾いた布で水気を拭き取れば完了です。メンテナンスでやってはいけないことは、リールを水没させての洗浄、ラインローラーにラインが通った状態での放置、腐食の原因となります。ロッドとリールをセットした状態での放置、オイルやグリスを洗い流してしまう恐れのある温水での洗浄などです。帰宅後、洗浄時に締めたドラグノブを緩め、直射日光の当たらない風通しの良い場所で十分に乾かしてください。この時、注油穴のキャップを開けておくことで、より早い乾燥が望めます。ここでやってはいけないことは、タックルケースの中に濡れた状態で放置すること。ドライヤーや直射日光での乾燥など、リール内部の蒸れの原因になる行為は避けてください。最後に、十分に乾燥させたリールにオイル、グリスを挿していきます。取扱説明書に明記されている図を参考にしてください。オイル、グリスは純正のものを使用し、適量を注油します。可動部などはよくなじませてから、余分なオイル、グリスを拭き取ります。オイルインジェクションへの注油は5回の調光に1回、また1ヶ月以上の調光間隔がある場合が目安です。1回の噴霧時間は1秒以下を目安に行ってください。シマの純正オイル、ザルスリールオイルスプレーは、高い防水性能、潤滑性能を持つハイパフォーマンスリールオイルです。金属パーツに使用することで、サビの発生や塩だまりを大幅に軽減するだけでなく、ベアリングやギアなどの潤滑性能を飛躍的に向上させます。スピニングリールでは、海水のたまりやすい凹凸のある金属パーツにも噴霧することをおすすめします。調光後のメンテナンスのほかに、定期的なメーカーによるオーバーホールで、より一層の信頼感と快適な釣りが可能になります。通常仕様であれば1年に1度、ヘビーユーザーの方は半年に1度くらいが目安です。
万が一リールを海水に水没させてしまった場合にもオーバーホールをおすすめいたします。詳しくはフリーダイヤルまたは島のホームページをご覧ください。